レバー作戦は第二次世界大戦中の1940年7月にイギリス海軍の H 部隊が実行した BC フランス海軍のダンケルクへの航空作戦である。戦艦ダンケルク1940年7月3日に H 部隊はアルジェリアのメルセルケビール在白の BC フランス艦隊を攻撃し大きな損害を与えた。この攻撃で戦艦ダンケルクは 機関部と水泉区に損傷を受けて、中破されており、その損傷具合により艦長は脱出困難と判断したことによりダンケルクは、領管、ストラスブールの脱出を支援した後は、湾内の浅瀬に故意に座礁させて、浸水を防いだ。この時点でフランス側でダンケルクは火力と機関の半分が損傷したが、ダンケルクが行動可能となるのにそれほど時間はかからないと考えていた。 フランスの公式発表によりイギリスもそれを知り、H 部隊に対する再攻撃が命じられた。しかし、ダンケルクの停泊位置が民間人の集落に近いことから民間への犠牲を出さないようにするため、出撃後に攻撃方法が戦艦による艦砲射撃から航空母艦搭載機による来撃へと変更された。1940年7月5日20時に H 部隊は、 ジブラルタルから出撃した。作戦に参加したのは次の艦艇であった。7月6日5時20分に第1次攻撃隊が、5時45分に第2次攻撃隊が、そして6時20分に第3次攻撃隊が発進し、弾ルク攻撃を行った。H 部隊は7月6日18時30分にジブラルタルに帰投した。第1次攻撃隊の攻撃では、 小海底テールンベブに魚雷一本が命中したが不発であった。第二次攻撃で再びテールンベブに魚雷が命中、搭載爆雷が誘爆し、ダンケルクにも被害をもたらした。第三次攻撃ではタグボートエストレルに魚雷が命中し、エストレルは沈没した。イギリス軍は少なくとも魚雷五本は確実にダンケルクに命中したと判断していた。イギリス側では 第3次攻撃隊のスクア1機が損傷し、不時着したが、搭乗員は駆逐艦によって救助された。この攻撃でもイギリス海軍は弾ルクを撃沈できず、フランス側では弾ルクに応急処置を施し、地中海を横断してトゥーロンに帰還させてしまった。ありがとうございます。